くさんの応募お待ちしてます。待ってます。中の本、あと別に書きと陶器が2日ずつ。どうも、日本一バズってる介護士 TikToker のガプリンです。今回2施設撮影させていただくんですけど、こちらの木漏れ日浜寺昭和町さんは、去年の3月にオープンしたばっかりで、今回なんと第2期オープニングスタッフの募集になります。出ました、みんな大好きオープニングスタッフ。綺麗なわけですね。いや、ほんまにここも綺麗やし、次行くとこめちゃくちゃ綺麗になってます。2施設目に行かしてもらう施設さんもまだ新しめなんですけど、どっちも職員さんの定着率がなんと 100% に近いみたいで、まだ本当にオープニングから一言で辞めてないってことですもんね。そうなんですよ。これは期待できちゃうんじゃないですか。はい、オープニングスタッフ大好きなんで早速もう、はい、こちらはどういった施設さんになるんですかね。ここは佐工寺になります。次ね、もう一施設行かせていただくんですけど、はい、そちらはどういった場所になるんですかね。光明池にある風波光明池で、はい、そちらは有料の方になります。業務内容で言うと差はないですかね。そんなに変わんないですね。じゃあ本当にどっちに来てもまあ大丈夫かなという感じではないですか。はい、比較的あの新しい施設で、めっちゃ綺麗ですもんね。だからここも、ここに関してはまだ1年以内です。オープンして、だからここはまあ第2期オープニングスタッフっていう感じで。そうなんです、そうなんです。ちょっと利用者さんもそれで増えてきたんで、増やしていこうと、はい、今おる職員さんでいうとどういった年齢層とかが多いんですか。幅広いんですけど、ね、60代の人は20代の子をなんか子供かのように指導とかもしてもらったり、仲もいい感じですね。たまにお菓子なんかも取り合ったりしてだいぶ仲いいですコモエスタイムズ。はい、それでは、こちらで働かれている大西さんに来ていただきました。今日お願いします。お願いします、はい、大西さんはここで正社員で働かれてるんですか。はい、オープニングスタッフ。はい、そうです。はい、いいですね。オープニングってことは本当にスタッフも利用者さんもこうゼロからどんどん集まってくるんですか。そうです、そうです。はい、忙しかったとかはあったんですかね。最初はやっぱり あのどんな感じかもわからなかったんですけど、今は私は毎日楽しく働いてます。なんでこう楽しく働いてるって思います。やってることをちゃんと見てくれてるので頑張れるっていうか。朝礼とかってあるじゃないですか、介護施設って、はい、それがなんか2段階みたいになってるみたいなを聞いたんですけど。最初はもう全体ナースさんもみんな、夜勤の人も交えた申し送りと、で次はケアだけ、介護さんだけで、あの申し送りで、その時にあの本当に些細なことで、あのちょっとしんどそうやったとか元気なかったとかを言ってもらえるような、でみんなで共有し合って、誰もがそういえばしんどいって言ってたわとかすぐこう言えるように申し送りを作ろうかなと思って、井戸端会議、ね、みたいな感じで、そういえばこんなんやったみたいな感じを言えたらいいなと思って。逆にそのなんか緩いからこうポンポンポンと情報が出ていいかもしれないですね。なんかかしこまったやつだったらなかなかちょっと言えない人もいるけど、確かにこのそこまでこれ言うほどじゃないかなとかっていう情報もまあ拾えるように、結構やっぱりそういうのがまあ言いやすい環境にはなってるんですね。なってます。日々の残業でいうとどういう感じですか。残業はまあほとんどないんですけども、まあ、たまにあのスタッフとかがちょっと体調が悪くなった時とか、あのどうしても残らなかない時は施設長とかが残業取ってねってすごい言ってくれるので、はい、あその残業した後もちゃんとこの超過分をちょっと、まあ、つけるんやねっていうのを、はい、つけてねって言ってくれるから、むしろ声かけしてくれる。そうです、はい。だからそれもほんまさっき言ったこのちゃんと周りが見てくれてるっていう部分ですね。そうです、そうです、そうです。職員の定着率が、まあ、すごいいいっていうのをお聞きしたんですけど、はい、大西さんと一緒にスタートで働き出した人らは全員、はい、今も言っています。後から入ってきた人もみんな辞めずに頑張ってやってくれてます。今多分どんどんと、ね、オープニングして利用者さんも増えているからこそ仲間を増やしたいっていう感じですかね。そうですね、みんなで仲良く働きたいです、ね、有給とかそのお休みの部分は、有給も半年経ったらあるんですけど、あと別に夏季と冬季が2日ずつあります。別で、それ別で私も使えるようになりました。使います、使います。どこ行きます韓国、あ韓国。どういったスタッフさんにこう来てほしいとかあります。今はできたら男性職員、あ、はい、男性職員。今多分男性そんなにいないんですかね、はい、そうなんですよ、2人だけなんで、ね、いてくれたらすごい助かるし、なるほどなるほど、はい、じゃ結構こう男性来たら手厚くね。そう、手厚く、はい、私が全部手取り足で教えますので、気をつけてください、はいはい、それでは未経験から介護で働いているという方がいらっしゃるそうなので、さざ波光明池さんの方にやってきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。坂本さん、はい、坂本さんは以前はどういったお仕事されてたんですか。はい、私はドラッグストアでほぼ接客営業の方をしておりました。なるほど、はい、なんかこの丁寧な感じがすごくされたじゃあここの、このコメントさんの方で働かれてからはどれぐらいなんですか。まだ2年、経ってないかぐらいですね。福祉にはちょっと、まあ、興味はあったけど、はい、おしゃべりすることが非常に好きではあったので、タイミングがあれば介護の方に行ってみたいなって気持ちはずっとふつふつとはありました。なんでこのここを選ばれたというか。
当時仕事をしている間に、まあ、ここが新しく建つということを見つけまして、あ、どうせなら一からやってみたいなというのもありましたので、このオープニングスタッフっていうことで、そうですね、はい、自分がこう新規一点っていうところと、まあ、同じタイミングでいけるから、確かにこのできたばっかりだと本当未経験から絶対やりやすいですもんね。そうですね、はい、まだまだじゃあここも本当にどんどん新しいことをしていってる段階、本当そうです。もう今スタッフ総勢でこう手繰り探りみたいな状況ではあります。イベント職でね、マクドナルドみたいな面白い、ね、取り組みやなと思うし、なんかそういうのも含めてこの新しい施設ってやっぱいいですよね、はい、ありがとうございます。働き方の部分、はいはい、お休みが取れるのかとか、はい、労働時間だとか、はい、そういったところがこう、はい、移動してきてどうでした？基本シフト通りの勤務ではあります。普段の残業ってのはあんまないんですか？基本ないですね。あ、お休みもまあシフト通りやし、はい、まあ、残業とかもほとんどなくて、有給ですねに関しましてはまだ比較的取りやすい感じを受けますね。なるほどなるほど、はい、なんかやっぱ介護って結構こう、ね、そもそもシフトで平日の休み取れるし、それとこうね、有給組み合わせは結構、はい、平日の真ん中でどんどんって時給取れたりするから、それが結構、ね、ありがたい部分なんですよね。メリットだと思いますね、はい、うん、ボーナスとかは実際あるんですか？ありがたい話、もう非常にもうありがたくて、はい、実際にこう現場に来てからはどうでしたか？はい、正直もう想像と実際やってみるではもう全く違うのを痛感いたしまして、施設のスタッフもですね、結構ベテランな方もたくさんおられますので、相談したりとかですね、年寄りの方から逆に学ぶことも多く、日々勉強なのかなというふうに感じさせてはいただきますけども、毎日が楽しいですね。はい、素敵本当に素敵です。動画の下にあるこのボタンから LINE 友達を追加してくれたら無料で介護の適職診断を受けられます。他にも LINE 限定でガップリンが取材に行った動画や大阪の新着求人情報を動画でお届けしますので、ぜひお友達になっておいてくださいね。皆さんに合った素敵な職場が見つかりますように。